台湾映画。台湾映画は、主に、台湾の資本と人材によって制作された映画のこと。中国語の映画は、それぞれ独自に発展した中国映画、香港映画、台湾映画に分類することができる。台湾映画は、香港映画の流れや中華人民共和国政府による、検閲とは一線を画し、独特で急速に変化する台湾の歴史の中で、発展した。 1900年、高松と次郎により映画が台湾に紹介されて以来、日本統治時代には数多くの映画が台湾で制作された。1937年に日中戦争が勃発すると映画産業は活動を妨げられ、1945年まで実質的に作品を供給することができなかった。国境内戦の終結に伴い、 中国国民党を支持する中国大陸の映画制作者が台湾へと渡ってきたことで、1949年以降台湾映画は再び発展し始める。この時期に制作された映画は政府によって公認された国語、北京緩和によるものだった。政府は国語を推進することで国家の統一を図ろうとし、方言は制限されたため、台湾語などによる映画は徐々に減少していった。 1960年代は台湾は近代化の入り口にいた。政府は経済、産業、教育の発展に重点を置き、1963年には中央でに栄光し、CMPC、セントラルモーションピクチャーコーポレーションがメロドラマ、健康実習に、ヘルスリアリズムを売り出した。この映画ジャンルは社会経済構造が急速に変化する中で重要だと考えられていた。 伝統的な道徳観を養うものとして捉えられていた。この時期には伝統的なカンフー映画も恋愛メロドラマと同程度の人気を博していた。慶應はこの時期の映画の元となった恋愛小説の著者として特に有名である。1975、76年には日本の東映と手を組んで日体合作映画シリーズ宣伝騎士が公開された。 内容はそれぞれ日本の仮面ライダー対ショッカー、仮面ライダー対地獄大使、仮面ライダー V3 対デストロン外人5人、ライダー対キングダークの台湾リメイク映画である。この時代の台湾映画は中華民国による検閲、プロパガンダと密接に関係している。1980年代初期台湾におけるホームビデオの普及は映画、 フィルム干渉という行動を一般化させた。しかし、台湾の映画産業界は、高い娯楽性を有することで知られていた、香港映画なの流入という深刻な問題に直面していた。香港映画に対抗するため、CMPC は、若い監督の育成に乗り出す。要特賞、エドワード・ヤン、東ノリ達、が数正。 長武氏の四人のは各優秀な監督による1982年の映画、婚姻的故事は台湾映画の若返り、ニューウェーブの始まりとして知られている。それまでの十数年来のメロドラマやカンフー映画とは対照的にニューウェーブ映画は台湾人を写実的で現実的、共感的な描写を特徴とする。これらの映画は 台湾の都市部あるいは地方に住む人の真実の物語を描き出そうとし、しばしばイタリアの新社実主義運動の映画と比較される。ニューウェーブ映画におけるリアリズムの追求は革新的なストーリー構成によってさらに強化された。例として従来のクライマックスまでストーリーを構築する手法の放棄が挙げらる。物語は むしろ実生活に基づいたペースで展開されるようになるのである。実生活を率直に描写するため、ニューウェーブ映画ではこの時代に台湾社会が直面していた重要な課題を克明に調査している。例えば、宝光圏、宝昇支援は非常上司で日本統治時代後、中国大陸から移住してきた外省人と本省人の緊張を描いている。また、要特徴、 エドワード・ヤンは、台北ストーリー、お梅竹馬、1985年、エドワード・ヤンの恋愛時代、1994年で1980年代と1990年代の都市部の若者たちが感じている、党的な価値観と現代的な実利主義との葛藤を表している。このことによって、この時代の映画は、近現代の台湾の社会経済、政治構造を表した。 年代記として捉えることができる。この時代の台湾映画については、台湾ニューシネマも参照のこと。1990年代に入ると、ニューウェーブ映画は引き続き、台湾を描写しながらも、俗に、第二次ニューウェーブと呼ばれるものへと変化していく。例えば、1994年のベネツィア国際映画祭で、禁止賞を獲得した、西アキスケ。 在民連の愛情一万歳では、台北の高級アパートに住んでいる、ヤングアダルトたちの孤独と絶望、恋愛模様が描かれている。また、来画川、スタンライの楽園の彼方に、アンデント灯加減、ザ・ピーチ・ブロス・サムランと、1992年は、異なる脚本で、同じ舞台に立つ二組の俳優のリハーサル中の、悲劇を描写している。この作品も、 東京やベルリンの映画祭で高い評価を得た。ディアス氏、アンリーはおそらく第二次ニューウェーブでも最もよく知られた映画監督であろう。彼の初期の作品である、ついて、プッシングハンズ、1991年、ウェディングバンケット、起縁、1993年、恋人たちの食卓、飲食男女、1994年では、現代の家族の世代的、 文化的衝突にフォーカスしている。彼の最近の作品である、グリーンデスティニー、フセトラズオ、リュウ、2000年では、武教ジャンルを復活させることに成功している。長い間低迷を続けていた台湾映画界も2010年、頃から好調に転じた。そのきっかけとなったのが2008年の義徳清、ウェイバーション監督作品、海角七号君を思う、国境の南で、 監督も俳優も無名だったにもかかわらず、台湾映画業界史上、ハリウッド映画のタイタニックに次ぐ、歴代2位の興業成績を収めた。その後、同監督のセデック・バレ、ハテンリン監督のトリハイ英雄、旧ュは刀、ギデンズコー監督のあの頃、君を追いかけたとヒット作が続き、国内だけでなく、中国をはじめ、海外でも好成績を上げている。 近年では、氷害監督の陣頭、2012年、陳玉君、チェーンユーシュン監督の祝縁。シェフ、2013年、旧広志監督の大美、鈴木うなぎ、2013年、馬市、小、マージーシュアン監督の、かの1931回の向こうの甲子園、2014年、波天林監督の大根、2014年が3億円以上の、 工業収入を上げるヒット作となった。なお、2000年代にヒットした、海角7号君を思う、国境の南、セデックバレー、かの1931回の向こうの甲子園、大稲はいずれも日本統治時代を舞台としているが、同時代を描いたかつての映画、1975年、バイカ、1987年、稲草人、1989年、非常上、死、 1994年、多層、倒産などに比べ、台湾アイデンティティ、中華民国としてより、台湾都市の共同体への帰属意識を強く持つ層に、支持されている。同じ理由で、台湾語や方言語を使った映画も増えている。台湾への日本映画輸出は、1969年に、日本映画の輸入が、台湾映画の制作に圧迫を与えるという理由で、 事実上有入金止措置が取られ、日本が中国と国交を回復した1972年以来、商売の道も閉ざされ、1973年から全面的に禁止された。岡田茂英連会長以下、各映画会社首脳陣の長年の努力が実り、台湾行政院新聞局から英連に、1980年の金は進むに、日本映画の出品要請があり、 1980年、当時の英連加盟四社から各一本ずつ、小畜、砂の器、東方、三田間八番召喚冒郷、東映、203高地、日活、先生の通信簿の四本が、金馬、進むの招待作品として公開された。以降は、日中関係も懸念され、濃すぎる、日本食を抑えるためか、台湾の制作者や一部ジャーナリストの間で解禁に、 反対の声もあったが、1982年に岡田英連会長が放退した際に、創業製品新聞局局長に、1980年の金馬進むに出品した4作品だけでも特に輸入を解禁してほしいと要請。台湾側の外貨事情、対日感情の好転などの背景もあり、これが認められ1983年12月6日に、 東京会館での記者会見で、岡田が台湾が15年ぶりに日本映画入りの門戸を開いたと発表し、1984年8月、台湾行政院新聞局から正式に日本映画輸入を解禁するとの報道された。これをしして1985年2月に新宿東映ホール1で日本で初めての台湾映画が開催された。復活初年度の1985年は、 東映だけ203コーチを魔界天章に入れ替え、他の三社は1980年の金馬進むに出品した同じ作品を上映し、日本映画の輸出が復活した。台湾の解禁で主要国で日本映画を上映禁止するのは韓国だけとなった。これらは大人気となり、現地の業者が群がり大変な騒ぎになった。翌1986年は、 前年の4本から6本に枠が増え、増加分は、英連加盟4社で抽選があり、抽選に勝った東映と小竹が2本ずつになり、角川映画は当時英連に加盟していなかったが、里見八犬連は、この東映の増加枠に入れられ、1986年9月25日に台湾で公開され大ヒットした。レコードジャイナは、大ヒットした日本映画の1本として、 里見八賢令を挙げている。風切りに合わせ、薬師丸博子や松坂恵子、三船敏夫、岡田茂東映社長、英連会長らが放帯し、台湾でも大人気の薬師丸が熱烈歓迎を受け、大きな騒動になった。当時台湾では、最新の日本とアメリカのビデオが見られる、同伴喫茶が大流行しており、台湾のヤングは、国際芸能によく通じていたという。岡田は、 台湾の映画関係者と輸入に関する取り決め事項の調整を行った。海角7号君思う国境の南の監督、義徳清ウェーダーションは、里見八賢伝は初めて自分で2回チットを買ってみた作品なんですよ。今でもストーリーや登場人物を鮮明に覚えていますなどと話している。 1986年から1994年10月にかけては行政院新聞局が6回の輸入割り当て本数の告示を行い合計201本の輸入割り当てを許可したが日本映画の著作権量が跳ね上がり実際に輸入された日本映画はこの間52本であった1994年10月以降は全面的に日本映画の輸入が解禁されている 日本映画輸入自由化は、岡田茂英連会長の英年の努力が大きいと言われ、1986年の岡田と台湾の映画関係者との折衝の際に、台湾側から日本映画は輸出するのに、台湾の映画は日本ではやってくれないではないかと不満が出て、急遽、東映で1987年2月14日から、スケバン刑事との閉映で公開予定だった香港映画、 食山、食山木、風天空の剣を後ろにずらし、台湾側から要望があった、カンフーキット、ヨシコをこの枠に入れ、東映洋画系で公開した。同作は、日本のメジャー映画会社の番宣に乗った初めての、台湾映画である。また、1995年4月に、台湾発の新 ATV、東映の、が開局の際、これらの交渉で岡田と懇意になった、同社社長。 両義尾からの要請で、東映大、東映チャンネルが、ディズニー大、ディズニーチャンネルなどと共に用にアンネルの一つに選ばれた。台湾は、レンタルビデオや、CATV などのメディアの普及が、日本より早かった。台湾は1960年代から1970年代に、日本映画の興行を禁止していたため、台湾人には、東映の薬剤映画が新鮮で人気が高かったという。 東映大は3年の供給契約で、東映の過去の映画850本とテレビドラマなど、供給本数は1600本に上った。台湾の CATV で最初に放映された日本映画、ドラマは、東映作品であった。東映はこれを機に、アジア戦略を強化し、日本での二次利用、三次利用が一段落ついた、旧作品ビジネスをアジアで、 下用ート1996年夏に日本で公開されたが、配集が4億円と振るわなかった、ザッツカンニング。史上最大の作戦の主演、アムロナミエが1997年にアジアでコンサートを開いて、人気を高めたとから香港で同作を上映したり、当時アジアの衛星放送で日本のトレンディドラマが相次いで放送され、来来来の出演者である。 豊川悦氏や鈴木ほなみらが知名度を高めていたことら、台湾と香港で日本公開に先駆け同作を先行上映するなどしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。